2024年で3年契約を満了する栗選手、大瀬良選手、秋山選手、球団はもちろん契約延長交渉をすると話しているんだけど、栗選手は海外 FA を獲得した際にはあっちの野球に興味があるとコンオフにも挑戦するんじゃないかと言われているよね。残ってほしい応援知りちゃい。シーズン終了時にはまだ球団と話していない、話をしてから考えたいと明言は避けてる。来季の編成にも大きく影響してくるだけに、栗選手の決断にも注目したいかな。そんな栗選手にファンからは、栗がメジャー挑戦するなら応援したい、もう現役の時間も長くはないし悔いのない野球人生を送ってもらいたいと思う。四本柱では一番調子が悪かった印象ですが、メジャーに行くのなら球団は後継者の育成とドラフトでしっかり穴埋めをしてください。 MLB 挑戦は上沢を見ていても日本で一定以上の結果でないと厳しいかなって思ってしまう。一定以上の成績を残すか、強力な武器持ってないと。栗さんは変化球ピッチャーだから海外では分けるかもしれませんが、個人意見は行かない方がいいと思う。応援する声がある一方で、結果を残すのは厳しいだろうという意見が多い印象だね。だってミント分からんかな。何にせよ球団はどんな条件を提示して残留交渉するのかも注目だね。大瀬良選手に対しては、他球団なら2桁勝利を挙げる成績も残しているんだから大幅アップ査定してほしいという意見がよく見られた。秋山選手に対しては複数年契約、年俸アップで誠意を見せてほしいという声がほとんどだね。チームを牽引してくれた頼れるベテランじゃしな。選手たちとの契約交渉はまだ少し先だけど、今季は矢野選手など大飛躍を遂げた選手もいる。楽しみに待ちたいかな。ということで、3年契約満了の3選手でした。